私の名前は天野里奈。どこにでもいるごく普通の女子大学生だ。あー疲れた。今日はお昼で大学が終わるなんて喜んでたら、教授に用を押し付けられて結局遅い時間になっちゃったよ。あの教授ったら私にばっかり厄介事を押し付けてくるんだもん。今度は絶対に断ってやるんだから。それにしてもお腹が減ったな。早く家に帰ろうっと。あ、そういえばしばらく買い物してないから冷蔵庫が空っぽだったんだ。買い物して料理するのもだるいし、今日はコンビニで何か買って帰ろうかな。ちょうど帰りにそこそこ大きなコンビニがあるし、あそこの肉まん最高に美味しいんだよね。よし決めた、肉まんを買って食べよう。私が寄ったこのコンビニは結構広くて品揃えが豊富だ。だから近所の年配の方や学校帰りの学生、仕事帰りのサラリーマンなど、いろいろな人が利用している。何を買おうかな。さすがに肉まんに炭酸は合わないよね。無難だけど、ウーロン茶でいいかな。ちょっと、どうして配送料金がこんなにかかるの？料金表通りの金額ですよ。べらぼうに高い金額じゃないと思うんですけど。手続きも面倒だし、もうちょっと安くなんないわけ？こりゃ長くなりそうだ。もう少し店内を見て時間を潰そう。私が店内でカップスープの棚を見ていると、おい、母ちゃんが構ってくれないから鬼ごっこでもしようよ。うん、いいよ。あ、お菓子崩しちゃった。気にすることないだろ。俺が鬼やるから早く逃げろよ。店内で鬼ごっことか非常識だな。親は何してるんだろう。ひょっとしてレジにいたあの女の人が親かな。子供をほったらかしにしてクレームとか最悪じゃん。いった、ちょっと何するの。どんくさいおばさんだな。こんなところでぼーっとしてるのが悪いんだろ。鬼ごっこしてる俺たちの邪魔すんなよ。おば、大学生の私をおばさん扱い。邪魔なのは鬼ごっこしてるあんたたちで、普通に買い物してる私の方じゃないっつーの。母ちゃん、鬼ごっこ楽しいよ。ママもやろうよ。はいはい、今忙しいから待ってて、転ばないよね。やっぱりあんたが親か。親なら子供を注意しろよ。子供たちは鬼ごっこをやめて商品を投げて遊び出した。あー喉乾いた。さっさとスポーツドリンクでも買って、いて、あーもう我慢の限界。さすがに注意しないともっとひどいことやらかしそう。よし、まずは親に注意して子供たちを止めさせないと。私が注意をしようとした瞬間、子供たちは突然猛ダッシュ。ダッシュ先にいた妊婦さんのお腹に激突して、大きい方の子供がすっ転んだ。いってえな、邪魔すんなよ。なんだよその腹。そんな腹だから俺が当たっちゃったんだろ。ふざけんじゃねえよ。おいお前ら、今何したのか分かってるのか。世の中にはやっていいことと悪いことがあるんだよ。謝れよ。ぶつかった人にちゃんと謝れよ。おいこら、黙ってないで何とか言ってみろよ。ほら、ぶつかってごめんなさいだろ。店の中で悪ふざけしてごめんなさいって言えよ。うわ、びっくりした。急に耳元ででっかい声を出せないでよ。俺の耳がおかしくなったらどうしてくれるつもりなの。このお兄ちゃん超怖い。しょうがないから謝ってあげるよ。ごめんちゃいごめんちゃい。これでいいよね。じゃあ俺たちは鬼ごっことおかしないような続きやるから。あーダメだこいつら、全然話になんねえ。暴れ回る子供たちに見切りをつけ、中学生っぽい男の子は子供たちの親の方へと歩いていった。あなたがこの子たちの親ですよね。そうだけど、私なんかよ。あなたは一体どういうしつけをされてるんですか。さっきからあの子たちが店内に暴れ回って、いろいろな人に迷惑をかけていますよ。は？あんた何様なわけ。偉そうに私にお説教なんかしてきちゃってさ、超鬱陶しいんですけど。っていうか、私と私の子供たち別に何も悪いことしてなくない？怒られる筋合いとかないと思うんですけど。それにさ、あんたは子供のしつけのこと言ってきたよね。子供が遊び回るのは仕方ないことでしょ。あんたみたいな育児経験もないガキに子供のことをとやかく言われたくないのよ。あんたうちの子よりでっかくて大人なんだから、少しくらい我慢してくれたっていいじゃない。他の客に迷惑なんて一つもかけてないっつーな。まったく、最近のガキは生意気で困ったもんね。生意気とか生意気じゃないとかの問題じゃないと思います。あなたの子供は妊婦さんにぶつかって迷惑をかけていました。妊婦さんのお腹にはあなたの子供よりも小さな胎児がいます。妊婦さんに暴れ回って迷惑をかけている子たちの行動を我慢しろと強要するんですか。
あなたの理屈を借りるなら、胎児よりも大きくて年上のあなたたちの子供の方が暴れるのを我慢しておとなしくしているべきなのでは？いいぞジャージ君、この調子でもっとこのろくでもない親を論破してやれ。つうか私が注意しようとしてたのに中学生に先を越されちゃったよ。あなたは子供を育てている親なんですよ。今のうちからしっかりとしつけをしておかないでどうするつもりですか？そんな状態じゃ子供たちが罪を犯してしまいますよ。そうしたらあなたは犯罪者の親になります。現に妊婦さんにぶつかって妊婦さんの胎児に何らかの影響を与えてしまった可能性があるわけですからね。うるさいガキのくせに生意気なんだよ。いやいや、うるさいガキはあなたの子供たちでしょ。もっと噛み砕いた日本語じゃないと通じませんか？他のお客さんに迷惑をかけているんだから注意してやめさせろと言っているんです。親として恥ずかしくないんですか？お前ママをいじめるなよ。これがいじめ？元はといえばお前らが店内で暴れ回っていたせいだろ。論点をすり替えるなよ。もういい、こんなコンビニ二度と来るもんか。帰るよ、ほら早く行くよ。うるさかった親と子供二人が去って店内はとても静かになった。コンビニをご利用の皆さん、それと店員さん、騒ぎを起こしてしまって申し訳ありませんでした。営業妨害とかで俺を訴えてもらっても構いません。俺はこの近くにある A 中学校3年1組の鳥畑武って言います。俺の身勝手な注意で皆さんを不快にさせて本当にすみませんでした。何かあれば学校に連絡してください。じゃあ俺はもう帰ります。鳥畑くんは入り口で一礼してコンビニから立ち去っていった。それにしてもすごい行動力の中学生だったな。今時こんなに正義感がある中学生は珍しいんじゃないかな。鳥畑くんの行動を迷惑だと思っているお客さんなんて一人もいない。むしろ鳥畑くんにはとても感謝している。注意しづらい状況で勇気を出して注意してくれたんだから。鳥畑くんに何かお礼を言いたいんだけど、いい方法はないかな。あ、そうだ。自宅に戻った私は鳥畑くんの通っている A 中学校に電話をかけた。あ、もしもし、 A 中学校さんでしょうか？はい、 A 中学校です。どういったご用件でしょうか？あのですね、そちらの学校に通っている3年1組の鳥畑くんのことでちょっとお話があるんですけど。あの、うちの鳥畑が何かしでかしたのでしょうか？ひょっとして犯罪とか？できればでいいのですが、鳥畑は受験生なので何と穏便に。いやいや、犯罪なんてとんでもない。むしろ全く逆のことですよ。逆？私は改めて鳥畑くんが取った行動について A 中学校の教員に説明した。合わせて鳥畑くんをしっかり褒めてあげてほしいとお願いした。そうですか、そんなことがあったんですか。わかりました、鳥畑本人にしっかりと伝えて褒めておきます。わざわざご連絡くださりありがとうございました。正義感が強い鳥畑くんはきっと素晴らしい大人になっていくんだろうな。ご視聴ありがとうございました。また見てね。